さて、飯島平太郎様は、お年二十二の時に悪者を切り殺してちっとも同然ぬ豪気の単独でございましたれば、お年を取るに従い、ますます知恵が進みましたが、その後ご神父様には亡くなられ、平太郎様にはご家族をご相続遊ばし、父上様のご名席をお継ぎ遊ばし、平左衛門と改名され、 水道端の三宅様と申し上げまするお旗元から奥様をお迎えになりまして、ほどなくご出生のお女子をおつゆ様と申し上げ、すこぶるご器量よしなれば、ご両親は棚底の玉と目で慈しみ、後にお子供ができませず、一粒種のことなれば、なおさらに悲惨されるうち、暇よく月日に関もりもなく、 今年は早、お嬢様は十六の春を迎えられ、お家もいよいよご繁盛でございましたが、見つれば隠る世の習い、奥様にはふとしたことが元となり、ついに帰らぬ旅路に赴かれましたところ、この奥様のお月の人に、奥にと申す女中がございまして、 企業人並みに優れ、ことに立ち取り回しに助になれば、殿様にも一人根の根や寂しいところから、いつかこのお国にお手がつき、おにはとうとうおめかけとなりすましましたが、奥様のないうちのおめかけなれば、おはぶりもずんとよろしい。しかるにお嬢様はこのおにを憎く思い、互いにすれすれになり、 国々と呼びつけますると、お国はまたお嬢様に呼び捨てにされるを嫌に思い、お嬢様のことを足様に殿様にかれこれと告げ口をするので、嬢様とお国との間なんとなく落ち着かず、されば飯島様もこれを面倒なことに思いまして、柳島辺にある寮を買い、嬢様にお米と申す女中をつけて、この寮に別居させておきましたが、 そも、飯島様の誤りにて、これより、お家の悪くなる始めでございました。さて、その年も暮れ、あくれば、嬢様は、十七に、おなり遊ばしました。ここに、かねて、飯島様へお出入りのお医者に、山本師匠と申す者がございます。この人一体は、古宝家ではありますけれど、実は、お太鼓者のおしゃべりで、 諸人助けのためにサジを手に取らないという人物でございますれば、大概のお医者なれば、ちょっと紙入れの中にもおがん薬か小薬でも入っていますが、この市場の紙入れの中には手品の種や百万子な,などが入れてあるくらいなものでございます。さて、この医者の近づきで、 根津の清水谷に電畑や貸長屋を持ち、その上がりで暮らしを立てている老人の萩原新三郎と申しますものがありまして、生まれつき美男で、年は21歳なれども、まだ妻をめとらず、独身で暮らす矢面に似ず、ごくち気でございますから、外でもいたさず閉じこもり、うつうつと初見のみしておりますところへ、ある日市匠が訪ねて参り、 今日は天気もよろしければ亀戸の我領場へ出かけ、そのカエルに僕の近づき飯島平左衛門の別荘へ立ち寄りましょう。いえさ、君は一体内気でいらっしゃるから、不女子にお心をかけなさいませんが、男子にとっては不女子くらい楽しみなものはないので、今申した飯島の別荘には夫人ばかりで、それはそれはよほど別品な嬢様に親切な忠義の女中とただ二人きりですから、冗談でも申してきましょう。 本当に嬢様の別品を見るだけでも結構なぐらいで、梅もよろしいが、動きもしない、口も聞きません。されど、夫人は口も聞くし、さあ、動きもします。僕などスケベのたちだから、よほど女の方がよろしい。まあ、ともかくも来たまえ。と、誘い出しまして、二人はうち連れ、ガ寮場へ参り、その帰り道に、飯島の別荘へ立ち寄り、 ごめんください。誠にしばらく。という声聞きつけ。どなた様おや、よくいらっしゃいました。これはおよねさん。その後はついにない存外のご無沙汰をいたしました。嬢様にはお変わりもなく、それはそれは頂上頂上。牛込からここへお引き移りになりましてからは、何分にも遠方ゆえ存じながらご無沙汰になりまして、誠に愛すみません。 まあ、あなたが久しくお見えなさいませんから、どうなすったかと思って、毎度お噂を申しておりました。今日はどちらへ今日は画料場へ梅を見に行きましたが、梅見ればホーズがないという例えの通り、また、来たらずご定中のバイカを拝見いたしたく参りました。それはよくいらっしゃいました。まあ、どうぞこちらへお入り遊ばせ。と、庭の霧戸を開きくれれば、 力はごめんと庭口へ通るとお嫁は除いなく。まあ、一服召し上がりませ。今日はよくいらっしゃってくださいました。普段は私と嬢様ばかりですから、寂しくって困っているところを誠にありがとうございます。結構なお住まいでですな。さて、小木原氏。今日君のお名義は恐れ入りましたな。何とか申したな。 えっと、タバコに、んタバコには、すりびのむまし、梅の中、とは感服、か服ぷ服僕など、どのような、横着ちものは出るくも、やはり横着で、梅褒めて、紛らかしけり、角違い金、かね、初見、えー、君のような初見ばかりして、うつうつとしてはいけませんよ。さっきの残酒が、ここにあるから、いっぱいあがれよ。なんですね。嫌です。それでは、一人で、頂戴いたします。 と、ひょうたんを取り出すところへ、およね、いできたり。どうも、まことにしばらく。今日は、嬢様に、肺がんを得たく、参りました。ここにいるは、僕が、ごくの親友です。今日は、お土産も、何にも持参いたしません。えへへ、ありがとうございます。これは、恐れいります。お菓子を、ようかん結構。おぎわるくん、召し上がれよ。と、およねが、茶へ湯を差しに行った後、見送り。 ここのうちは女二人きりで、菓子などは方々からもらっても食い切れずに積み上げておくものだから、みんなカビを生やして捨てるくらいのものですから、食ってやるのがかえって親切ですから、召し上がれよ。実にこのうちのお嬢様は天下にない美人です。今に出ていらっしゃるからご覧なさい。 と、おしゃべりをしているところへ、向こうの四畳半の小座敷から、飯島のお嬢様のおつゆが人珍しいから、障子の隙間よりこちらを覗いてみると、市場のそばに座っているのは、多分の美男、小木原慎三郎にて、 男ぶりといい人柄といい花の看ばせ月の眉女子にして見まほしきやさ男だからぞっと身にしみどうした風の吹き回しであんな綺麗な殿子がここへ来たのかと思うとカーッとのぼせて耳たぼが火のごとくカッと真っ赤になりなんとなく間が悪くなりましたから旗と障子を締め切りうちへ入ったが障子のうちでは男の顔が見られないからまたそっと障子を開けて 庭の梅の花を眺めるふりをしながら、ちょいちょいと、小木原の顔を見て、また恥ずかしくなり、少子の家へ入るかと思えば、また出てくる。出たり引っ込んだり引っ込んだり出たり、もじもじしているのを四条は見つけ。小木原君君をお嬢様さっきからしげしげと見ておりますよ。梅の花を見るふりをしていても、目の玉はまるでこちらを見ているよ。今日はとんと君に蹴られたね。 と言いながらお嬢様の方を見て、あれ引っ込んだ、あらまた出た、引っ込んだり出たり出たり引っ込んだり、まるでうの水飲みだ。と騒ぎどよめいているところへ、下女のおよねいできたり、嬢様から一個申し上げますが何もございません。ほんの田舎料理でございますが、ごゆるりと召し上がり、相変わらずあなたのご冗談を伺いたいとおっしゃいます。 と、酒、魚を言い出せば、どうも恐れ入りましたな。へい、これはお吸い物誠にありがとうございます。さっきから霊視は持参いたしておりますが、お監守はまた格別ありがとうございます。どうぞ嬢様にもいらっしゃるように今日は、梅じゃない、実はお嬢様を、いや何、何ほほほ、ただいま、さよ申し上げましたが、 お連れの方はご存知がないものですから、間が悪いとおっしゃいますから、それならおよし遊ばせと申し上げたところが、それでも行ってみたいとおっしゃいますの。いやー、これは僕の真の近づきにて、畜馬の友と申してもよろしいくらいなもので、ご遠慮には及びませぬ。どうぞちょっとお嬢様にお目にかかりたくって参りました。と言えば、およねはやがてお嬢様を伴い来たる。 嬢様のおつゆ様は恥ずかしげにおよの後ろに座って、口の内にて、四条さん、いらっしゃいまし、と言ったぎりで、およがこちらへ来れば、ここへ来たり、あちらへ行けば、彼方へ行き、四十女中の後ろにばっかりくっついている。存じながらご無沙汰に愛なりまして、いつもご無事で、 この人は僕の近づきにて、小木原慎三郎と申します、一人者でございますが、お近づきのため、ちょっと、坂きを頂戴いたしさせましょう。おや、なんだかこれではご婚礼の坂きのようでございます。と、少しも垂れまなく取り巻きますと、お嬢様は恥ずかしいがまた嬉しく、小木原慎三郎を横目にじろじろ見ないふりをしながら見ております。と、気があれば目も口ほどに物を言うと、 いう例えの通り、新三郎もお嬢様の安姿に見とれ、魂も天外に飛ぶはかりです。そうこうするうちに夕景になり、明かりがちらちらつく時刻となりましたけれども、新三郎は一向に帰ろうとは言わないから、大操に調座をいたしました。さあ、おいとまいたしましょう。なんですね、四条さん。あなたはお連れ様もありますから、まあ、良いじゃありませんか。 お泊りなさいな。僕はよろしゅうございます。泊まって参ってもよろしゅうございます。それじゃあ僕一人憎まれ者になるのだ。しかし、かような時は憎まれるのがかえって親切になるかもしれない。今日はまずこれまでとしておさらばおさらば。ちょっと便所拝借いた人をございます。 さあ、こちらへいらっしゃいませ。と先に立って案内をいたし、廊下図体に参り、ここが嬢様のお部屋でございますから、まあ、お入り遊ばして一服召し上がっていらっしゃいまし。新三郎は、ありがとうございます。と言いながら、妖場へ入りました。お嬢様へ、あのお方が出ていらっしゃったらば、お部屋をかけてお揚げ遊ばせ。 お手ぬぐいはここにございます。と、新しい手ぬぐいを嬢様に渡し置き、お嫁はこちらへ帰りながら、お嬢様がああいうお方に水をかけてあげたならば、さぞお嬉しかろう。あのお方はよほど行為な叶った様子、と一人ごとを言いながら元の座敷へ参りましたが、忠義もどう外すと帰って不中に落ちて、 およは決して主人にみだらなことをさせるつもりではないが、いつも嬢様は別にお楽しみもなく、ふさいでばかりいらっしゃるから、こういう冗談でもしたら少しは気晴らしになるだろうと思い、主人のためを思ってでしたので。さて、おぎやわらは便所から出てまいりますと、嬢様の恥ずかしいのがいっぱいで、ただぼんやりとしたお冷やをかけましょうとも何とも言わず、湯桶けを両手に支えているを、新三郎は見て取り、 これは恐れ入ります。はばかり様。と両手を差し伸べれば、お嬢様は恥ずかしいのがいっぱいなれば、目もくらみ、見当違いのところへ水をかけておりますから、新三郎の手も、あちらこちらと追いかけて、ようよう手を洗い、嬢様が手ぬぐいよと差し出してもじもじしているうち、新三郎もこのお嬢は真に美しいものと思い詰めながら、 ずっと手を出し、手拭いを取ろうとすると、まだもじもじしていて話さないから、新三郎の手拭いの上から、こわあごわあながらもその手をじっと握りましたが、この手を握るのはまことに愛情の深いものでございます。お嬢様は手を握られ真っ赤になって、またその手を握り返している。こちらは山本四長が新三郎が弁所へ行き、あまり手間取るをいぶかり。新三郎く君はどこへ行かれました さあ、帰りましょう。と、せきたてれば、およはごまかし。あなた、なんですね。おや、あなたのおつむが、ピカピカ光ってまいりましたよ。何さ、それは、明かりで見るから光るのですわね。おぎわらしい、おぎわらしい、と、呼び立てれば、なんですね。ようございますよ、あなたは。お嬢様のお気質もご存知ではありませんか。お堅いから、死えはありませんよ。 と言っておりますところへ、新三郎がようよう出てきましたから、君、どちらにいましたいざ帰りましょう。さようならば、おいとま申します。今日はいろいろごちそうに会いなりました。ありがとうございます。さようなら。今日はまあ、おまことにそうそ様う、ま。さようなら。と、市場、新三郎の両人は、うち連れ出して帰りましたが、帰るときにお嬢様が新三郎に、 あなた、また来てくださらなければ、私は死んでしまいますよ。と、無料の情を含んで言われた言葉が、新三郎の耳に残り、しばしも別れる暇はありませんなんだ。